こんにちは、カリーマンです。今回はですね、ビデオライトをちょっとアップデートしました。YouTube を撮るときにちょっとないよりあった方がいいと思って、以前ねサンティアンっていうところのビデオライト2パックっていうか2つセットになったやつを買ったんですけども、これがまあ使っていくとパワー不足っていうか光の強さがちょっと足りないなとか思いました。で、近くに近づけてやるとまあまあいいんですけど、映り込む画角に入り込んできそうになるっていうのと、それから影がね結構強く出るっていう、やっぱこういう風に自然光があってちょっとサブ的に使うぐらいの時じゃないとやっぱ使えないなと思ったんですね。全部光をね遮断して、そこで新たにその光をこう作り出そうとすると結構足りないなっていう光がこれはもう明らかに思いました。ということで、今回ね ETC フィルムという、チャンネルを見させてもらって、それに紹介されてた、ライトとスタンド、それからソフトライトボックスっていうのを買いました。もともとねアパチャーのその 120D Mark II っていうのが欲しかったんですけども、それがやっぱりちょっと高いので買えないなと思ってたんですけど、アパチャーのねアマランっていうそのシリーズがあって、それが結構安い価格で手に入るということで知っちゃったので、それをねずっとねカートにこう入れてたんですよ、アマゾンの。そしたらブラックフライデーがやってきて、それでもねその値段全然変わんなかったんですけど、最終日かな、その付近もう終わり間際ぐらいになんかタイムセール突然し始めて、ガッと値下げになってたんですね。で何時間かしかなかったんで、もうすぐそれ購入しました。それと、アーム付きのセンチュリースタンドっていうのも購入しました。ラオファスっていうのが紹介されてたんですけども、僕が買ったのはニーワっていうやつ。ラオファスのものもニーワのものもその足がね3本あるんですけど、一番大きいのがねこの高さ調節できない、高さ調節できるやつがいいなと思ってたんです。そしたらニーワっていうところの高さ調節できるやつがあったんですよ。であるじゃんと思ってそれをもう購入しました。それとですね、その ETC フィルムの方で紹介されたのはこれもラオファスのソフトライトボックスかなだったんですけど、それはなんか売り切れてて全然入荷されなかったんですよ。サイズはですね90センチのものをカートに入れてたんですけど売り切れになっちゃって、で同じくらいのものないかなって探してたら、アパチャーのライトドーム SE っていうそれ買いました。でこれは直径85センチのやつですね。で僕がやっぱ欲しかったのはラオファスのやつで、組み立てる時にこう起こして刺すぐらいの行為でいいわけですよ。なんていうか設置の時にすごくしやすいなと思って、アパチャーの方がどういうね傘になってるのかわからないんですけども、こうやって力がすごい必要だったら嫌だなとちょっと思ってるんですけど、ずっと入荷がなかったからもうちょっとしょうがなくこのアパチャーのライトドーム SE っていうのにしたんですよ。ボーエンズマウントっていうねものがついてて、でそこにこうはめ替えできるような感じになってるんですよね。いろんなものがそこにカチャッとこうはめて装着していろんな効果を出したりとかすることができるようになってるんですけども、まあまた気になったらそのラオバスの方を買ってもいいかなとも思うんですけども、とりあえずね今回買ったのはアマランの 200X とそれからアパチャーのライトドーム SE、 それからニーワの C スタンドの滑り脚それを買ったので、今からちょっと開封していきたいと思います。よいしょ。これです。こんな感じのサイズ感です。まず、これ開けてみましょう。ズズズズン。わ、
めっちゃしっかりした箱に入ってるな。あ、シール。シール入ってます。で、説明書関係ですね。あとは、こんな感じ。お、よいしょ。これ。光をこうまとめるやつですね。まとめるやつ。こんなやつですよ。あとは、コードですよ。これは、あ、電源か。リモコンがあるわけじゃないっぽいですね。アプリをダウンロードして、多分スマホで操作するんじゃないかと。一応ね、内容物そんなとこかな。はい、次はこちら。ザザン。これ C スタンドです。めちゃくちゃなんかでかい箱ですけど。これは、あー、これはあれだ。あ、めっちゃ重い、これ想像以上いる。俺これいる必要やった。これこれ俺いらんかも、ね、どうかなと思ったんだよね。いる、これ底辺 YouTuber、 これいる。あー、カレーリーフが、いや、これ超重てえな。これぐらいないと支えられんのかな。いやー、これ想像してたよりも重いわ。そして太い。めっちゃしっかりしてるわ。このネジが合わねえみたいなレビューがあったんだよ。それ最悪よ。このまんまじゃ不安定なんで一回広げよう。めっちゃカレーリーフの匂いがしてきた。折れたか。折れてるー。このようなすんげーでかいんだよ、これ。でもなんか作りはめちゃくちゃしっかりしてる。よっしゃ、どこに、お、ここにね、ここにこれ入れていきます。で、これはその滑り脚っていうんで、これが上下にね、こう上がるんですよ。だからここ高さが違うところにも足をこうかけて安定させて取ることができるというタイプのやつです。これも結構ごついです。ぐらつきはあるな。まあ、六角レンチで締めれるようになってなってるんで、そのぐらつきはちょっとかなりあるな。おお、バネがついてる。ああ、これね。お次はこちら。アパチュー。これ組み立てたらどうなるんだろう。バリバリ。あと、これあれだね。あの、ディフューザーっていうかな。なんだろう。ですね。これちっちゃい方。と、大きい方。なんだろう、多分その光を和らげる系のやつですね、これ。次、こちら。じゃじゃん、あ、ですね。あー、差し込むやつじゃん、これ。これはあれ、あの、ハニカムナとか。これは、あの、蜂の巣みたいなやつ。で、うん、傘だ。ね。こんな感じのサイズ感。ちょっとね、広げてみますか。まずは赤いやつを入れていきましょうっていう。できた。よいしょ。これは怖い。ちょっと慣れないと怖い、ね、初めての人は。順番がいるよね、やっぱこの差し込んでいく。これを間違えるとちょっと入んなくなる。いちいちこんな畳んでられないですね。この85センチの直径だと
一般家庭でも使えなくはない。ただこれ以上大きくなるともうちょっと厳しい、普通の家じゃ。でこの中に多分貼っていくんですよね。ちょっと壊すかと思った、いきなり。やっぱこれ読んでた方がいいね。こういうのが入ってて、これはあの内側につけるやつですね。内側のここか。これはね、ちょっと慣れないと大変だわ。こういう感じに取り付けますね。多分同じものなんじゃないか。あ、なんか色が違うな。ちょっと色わかるかな。なんかね、こっちがちょっとクリームっぽい色してます。で、こっちが白っぽい色してます。なんかちょっと色が、発色が変わるのかな。で、この白っぽいやつがあって、あー、もう完全にこれ色が違いだな。ちょっと優しい色にしてしたければオレンジっぽくっていうか、したければこのクリームっぽい色のやつを使えばいいのかなと思いますけど、ちょっとこれつけてみましょう。容量がよくわかんないです。うっ、あ、あれもつけんといけんじゃん。よし、ザザン。で、これをあ、はまった。よし、これでもう一つ買ったのがあって、これじゃん、この 3P プラグを 2P プラグに変換するやつ、ね、これがないと、アパチャーのね電源がこういう感じになってるんですよ。三股なんで、これがないとガビーンとなります。これが必要なんですよということをお伝えしとこう。今サンティアンのライトで今 100% で5600kelvin でつけてるんですけど、だいたい1メーターいないぐらい、80センチとか90センチ先にライト照らしてるんですけども、こんな感じです。そちらから、はい、こちら、これ 100% すっげえ明るいな。これちょっとまだアプリ入れてないんですけど、はい、これで今 50% ぐらいなんですね。うわー、これはなんかこれで言うと 50% じゃなくてもいいかもな。はい、これ今 30% の光です。で、まあほぼ正面かちょっと斜め前からやってるんですけども、 30% だとどうなんでしょう、ちょっと暗いのかな。 30% ぐらいでいいんじゃない、これぐらいでいいんじゃないかな、うん、色温度が 6500kelvin で、で 30% で、ちょっとこれをね少し色温度を温かい色にしてみましょう。どうでしょう、これね 5000kelvin ぐらいなんですけど、これぐらいの色にするとなんかこうちょっとこう肌のね温かみ出てるんじゃないかな。はい、今 2700kelvin で、40% ぐらいにしてます。はい、なんか全然また雰囲気が変わってきますよね、これは。で、今日は本当に開封してちょっとライトつけてみたっていう感じなんであれなんですけども、なんかいろいろアプリでできることがあるみたいなんですけど、またアプリを入れたらこのライトのねことをちょっとやっていきたいなと思ってますので、ちょっとしばらく使ってみたいと思います。なかなかいい感じです。いや、あ、でも部屋に置いてこの85センチの
ソフトドームでも全然いいのかなと思いますね。まあ普通じゃないですけどね、こんなのが家にあったら普通じゃないですけど、まあ置けるかなと思いました。なんて言ったってあの 100% の時の光量がやっぱすごいなと思ったので、今までのに比べたらですね、 200D かの方が光は強いと思うので、強さが必要な方は、まあ、そっちを買った方がいいんじゃないかなと思いました。はい、今5600Kの 40% ぐらいにして、だいたい 1m ぐらい離してますね。でこの明るさ、もう圧倒的に違うのは影がこう出ないってことですね。ふわっと影がもうめちゃくちゃふわっとしてると。もうそのサンピアの方だと確実に僕の形がこっちに映ってたんで、まあ、それがなくなっただけでも全然こう表現力に幅が出てくるっていうか、余計な影がつきにくくなるっていう意味では、このねソフトドームって必要だなと思いますね。ファンがこれついてるんですけども、めちゃくちゃ静かです。動画にも影響ないなと思いますね。はい、はい、いかがだったでしょうか。今日はアマラン 200X とライトドーム SE 滑り脚付きのね、C スタンド、こちらを開封して紹介しました。参考になったと思う方、良かったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。結構難しい。ちゅか危ねえ。これ。やばいっす、これは。